はい、皆さんこんにちは、さちねです。今回は狂犬ほうれん草ということで、寒さと病害に強いほうれん草を種まきしていきます。種まき時期は9月から11月ぐらいなんですが、ビニールトンネルをつければ12月や1月でも OK だと思います。収穫時期は60日ということで、株間が10センチ、発芽適温は15度から25度となっております。で、本葉が 4,5 枚の時に株間が10センチくらいになるように間引きをしていきます。で、背丈がだいたい20センチから25センチで収穫が可能となります。はい、種がこんな感じなんですけれども、前回茎ブロッコリーをね、植えたところ、虫食いで死にかけてるやつだったんですけど、その畝のところがね、少しだけ空いていたので、そこにちょっと種まきをしてみたいと思います。で、放っておきますとね、すぐに雑草がこのように生えてくるのでびっくりなんですけれども、で、後ろの方のニラもね、多年草ということで結構放置していたんですが、ついに塔が立ってしまって、うっそうとねしている状態なんですけども、余ったスペースにねちらっとまくっていう感じなんですが、一つの穴に 2,3 粒ずつを目安にまいていきます。で、少し大きくなってからね、間引きをしていこうと思います。はい、で、数日経つとですね、ほうれん草の芽がこんな感じで出てきますけれども、最初のうちはほうれん草の芽っていうのはすごい弱々しくてですね、ですので、間引きはもうちょっと大きくなってからですね、した方がいいと思います。で、ちょっと柔らかくて、まだ若いね、ほうれん草の間引きした葉っぱも食べれますので、で、ほうれん草はですね、冷涼な気候を好みまして、耐寒性もありますので、0度以下の温度にも耐えることができるんですが、酸性土壌に弱いので、苦土石灰などで pH 6から7ぐらいに調整することをお勧めします。で、今ですね、プランターの空きが出たので、こちらの方にも植えているんですが、なんだかちょっとか弱い感じなんですが、で、こちらはちょっと日当たりがあまり良くないので、成長が遅い感じですね。今日も雪が降っています。昨日の夜ね、猫が入ったみたいで、ぐちゃぐちゃにされちゃった。玉ねぎと向こうのほうれん草、ほうれん草も、ぐちゃぐちゃということで、たまにねあるんですけども、猫ちゃんが入ってきちゃっておしっこしちゃったりねするんですけども、今回もねやられてしまいました。で、こちらはですね、長期出張に行ってる間にほうれん草の方がだいぶ大きくはなったんですが、ニラがこちらの方まで進出してきてしまいまして、2つか3つのほうれん草がですね、ちょっと埋もれちゃったみたいです。で、日が当たらずにちょっと死にかけておりますけれども、ほうれん草はですね、霜が降りても逆に繊維が柔らかくなって甘みも増しますので、冬場の栽培っていうのは特に問題はないんですけれども、不織布などで簡単なトンネル掛けをしておくと良いと思います。はい、だいぶ大きくはなったんですが、あと数週間待って、もう少し葉っぱが増えてから収穫しようと思います。本日は以上になります。どうもご視聴ありがとうございました。